はい、僭越ながら埼玉カートパークなんですけども、本日はオイル交換、こちらの動画を上げていきたいと思います。はい、今日はこちら、クラッチのオイルと、クラッチのオイルはこの後ろから抜きます。そしてエンジンオイルはこちら前から抜きます。まずはドレンボルトを取って古いオイルを抜いていきたいと思います。はい、で、抜いたオイルを受ける皿の方なんですけども、カートコースで、レンタルカートが使っているところにおすすめなのが、この100均で売ってる薄側のトレーっていうんですかね、キッチン用品売り場で売ってるんですけど、これ何がおすすめかと言いますと、これカート上げなくてもそのまま下に滑り込ませることができるので、非常に腰に優しいです。これおすすめです。それではエンジン側からオイルを抜いていきます。クラッチ側も同時に抜いていきます。こちらがこれから入れるオイルになります。うちではモティーズのオイルを使わせてもらってます。 10W40 ですね。それではオイル抜けたのでドレンボルトを締めていきたいと思います。はい、これでドレンボルトをエンジン側もクラッチ側も締めたので、オイルを入れていきます。 400ml です。
クラッチ側も 400ml です。